で、平面で、これは多分前のワークでやったと思うんだけど、覚えてる、うん、通常語があって、尊敬語にするんだったらこうやって書くよ、謙譲語にするんだったらこうやって書くよ、まあ、大丈夫そうかな、うん、で、そうだな、二重敬語っていうのがあって、例えば一番最後なんだけど、3番一番最後は